子がヤバい。ということで今回は推しの子関連の話ですが、推しの子の放送後人気、アニメの裏側の動き、続編の時期や内容の予想、この3つに分けて話していきます。では最初に放送後人気、まず円盤初動枚数8391枚、鬼滅が14279枚なんで春アニメだと第2位、次に様々なランキングサイト MAL だと春アニメだけなら第1位、全体では第26位で、かぐや様が第27位なんで並んでるのが何回。アニメトレンディングでは最終第2位、ちなみに第1位は天国大魔教、独占配信で1位ってすごいですね。そしてアニメコーナーではとんでもないことになっていて、アニメランキング第1位、エンディングランキング第1位、オープニングランキング第1位、主題歌の支持率がすごすぎる、男性キャラはアクアが第1位、女性キャラはトップ3を占領、女性声優ランキングでは10人中6人が推しの子、これはミオリネと山田のアシストが完全にハマってます。男性声優では1位が大塚さん、そしてアベマプラスニコニコの再生数ランキングがダントツの1位を獲得。次に YOASOBI さんのアイドルがヤバすぎる話、なんと YouTube ミュージックで全世界1位を獲得しました。ちなみに韓国だけでも第1位、ストリーミング再生数はオリコン史上最速の3億再生をすでに突破しています。ビルボードジャパンでは総合13連覇、通算の獲得回数はトップとの噂もあるみたいで、 TikTok でも11連覇してます。ビルボードグローバルチャートではトップ10入りを果たしています。この流れでなんとアメリカロサンゼルスにて開催されるフェスへ出演決定。そしてこの音楽のアニメへの影響はかなり大きく、綾瀬さんはもともと推しの子のファンで、曲が公開される前の時点でヤバい曲作りましたと言っていたんですが、推し作品への貢献度が本当の意味でヤバい。同じくメフィストもアニメの落とし方とマッチして SNS 受けがかなり良くて、音楽から推しの子を知ったという方も多いと思うんで、音楽の力は偉大ですね。ではアニメの裏側の動き、推しの子の制作陣はとにかく動きが速く、数が多く質も高い。 YouTube や Twitter など使えるものは全部使ってアニメを宣伝していたんですが、コラボの数が尋常じゃない。読売ランド、アイドルマスター、シャイニーカラーズ、逆転オセロニア、キャラバンストーリーズ、大道、タワーレコードカフェ、カラオケの鉄人、スイーツパラダイス、ホットペーパービューティー。特にすごかったのはジャイアンツコラボの声優陣4人の始球式、有馬からの作中の発言で始球式アイドル狙えちゃう、これがまさかの実現。そして推しの子ラジオ最終回での話によると、当日高橋リーさんは午前中にアフレコの仕事が入っていて、その直前の朝に伊駒ゆりえさんを呼び出して公園で朝一集合して練習をして、本番の1球のチャンスをやり遂げ、飛行機で余韻に浸りながらすぐに帰るというハードすぎる1日に脅威を感じましたね。それぞれ合間を縫って練習していたと思うんで、この裏の努力がいいですよね。そして最近の面白いコラボが極楽湯とのコラボで、僕は温泉好きなんで趣味で調べたんですが、愛の湯、アクアの湯、ルビーの湯、有馬かなの湯、ネムチョの湯、このように有馬かなだけがフルネームになっていて、各店舗日付ごとにキャラが変わっていくんですが、料理名がやたら尖っていて、私にとって嘘は愛、愛の真っ赤なトマトパスタ。確かにサイリウムは赤やけど違う赤色を連想してしまう。他にもアイドルたちの頬張り肉まんとかもあって、7月19日から8月6日に全国で実施されるんで、気になる方はぜひ推しの湯に使ってください。これらのコラボをするたびに新しいデザインが描かれたり、プロタの CM とかだったら専用の声を入れたり、企画を考える人がいたり、いろんな能力を持った人間が動いていて、ここまでの人数を動かせる推しの子のポテンシャルの高さがすごいですよね。ちなみにコラボがなくても季節ごとのデザインが描かれたりもしてます。そして雑誌だけでもテレビガイド、パッシュ、ニュータイプ、シュプール、屋外広告でも渋谷駅巨大サイネージ、渋谷のスクランブル、 LED トラック、他にイベントなら推しの子展、いちごプロダクションファン感謝祭、推しの子展は大阪も追加されたんで僕も行こうと思ってます。これらのアニメ以外の動きが少なからず知名度を上げていて、作品自体が話題にしやすく面白い内容というのもあって、ここまでの人気を得たんだと思います。でも一番のファインプレーは第1話を1時間半にして映画化してしまうという、この判断が最適すぎました。では最後に続編の話、まず2期の内容ですが、僕の予想だと第5章東京ブレード編から第6章プライベート編まで13話構成でやると思ってます。その理由が、第1期はアニメ1話につき原作の3話分を使用していて、4巻の40話まで使われています。そして東京ブレード編は7巻の66話までなんで、原作24話分イコールアニメ8話分、プライベート編は8巻の80話までなんで、原作14話分イコールアニメ4話分プラス原作余りに、どこかでアニオリを入れると考えると合わせてちょうど13話でキリよく2章分進めることができます。ただ東京ブレード編は演出が多くなると思うんで、そこに特化する場合最終回1時間スペシャルとかにして余裕を作ってくる可能性もあると思ってます。そして2期の時期に関してですが、動画工房さんの現在の予定が、今期の白聖女と黒牧師、2024年のオリジナルアニメ夜のクラゲは泳げない、この2作品なんで、そこまでカツカツではないことと、推しの子の第11話の構成が明らかに最初から2期が決まっていたかのような登場人物が出てきたんで、放送中の時点で準備が始まってると考えると予想よりも早い時期になると思っていて、だいたい続編の
制作は平均2年くらいかかるんで、2024年春の2年後、遅くて2025年春、僕の直感では原作も終盤に近づいてる可能性が高いんで、熱を冷めさせないためにも一番早くて2024年秋には放送されるんじゃないかなと思ってます。ちなみに原作の方は今かなり熱い展開になっていて、7月19日に12巻の発売とファーストイラスト集の発売も決定しています。2期が来るまでに最終回を迎える可能性も低くはないんで、ぜひこの機会に原作の方もチェックしてみてください。という感じで今回の動画は終わります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。